すいすいと尾ひれを動かす金魚を作ります。目盛りのついたマットなどを使い、折り紙を9つの四角に分けます。これをこのように三角に折って、折り筋を対角線に入れます。開いて再び三角を折り、もう一つの対角線を作ります。広げます。対角線を利用して角を合わせます。真ん中の四角は残してください。このように角を合わせていき、立体的にします。裏返します。裏返してこたつのような形ができるので、このこたつの上をへこまして、このように折ってください。このような形ができます。このこういう感じで下に置き、この突き出た三角をしっかりこのように根元を折ります。ひっくり返して、こちら側のこの三角、この三角もしっかりとこのように根元を折ります。根元を折って、このように水平になるようにします。この部分が尾ひれ、この部分が胸びれになりますが、これじゃ胸びれが大きすぎるので、一旦このように下に折って斜めにこのように折って、小さな胸びれを作ります。反対側もこの部分を一旦このように折って、斜めに折って小さな胸びれを作ります。この部分、尾ひれになるんですが、このようにへこませます。根元をへこませます。どうやるかというと、一旦このように内側に折って、少し段をつけて、外側に折って折り筋をつけます。一旦広げて、広げます。広げて、今作った折り筋を使いながら、このように中に根元を折り込みます。下の尾ひれも同様に、一旦このように内側に折り、折り筋をつけ、このように外側に折り、折り筋をつけます。ここに2本の筋が入っています。このように広げて、今作った折り筋を生かして中に押し込み、再び閉じ、このような段を作ります。これで尾ひれの完成です。あとはこの部分に丸シールなどを貼って目を作れば、これで金魚の完成です。この部分を持って前後にこのように擦れば、尾ひれがスイスイと動きます。ぜひ作ってみてください。